はい、今回も超マイペースな感じだけど質問に答えていきたいと思います。で、今回のテーマちょっと幅広くてゲームしながら話すようなことじゃないなとか思ったんだけど、まあこの水の音といい、いい感じの BGM も最初入るんでいいかなと思って、このまま多分ゲームあんま触らないけど一応つけてバーってやっときます。はい。で、ちょっとね、一個だけまず前提になんか置いとくもんとして、これちょっと音楽 BGM 関係で消されちゃったやつなんですけど、消されちゃった方の動画のコメントなんですけど、私立経済学部です。ゆたけくんに比べたら勉強してない自信しかない。本気で学ぼうと思えば底なしぬまで、それこそ時間が足りない分野だけど卒業できればいいや程度の人がほとんど。大学生以下の人はぜひとも時間を無駄にできるうちにいろいろとトライしてほしいと。私立経済学部は忙しいかなとか自分が適当につぶやいたことに対してのコメントですね。これ自分もねすごい勉強してる風に言いましたけど、大学では今は割と大学の勉強は適当で、単位取れればいいやというか単位ください的な位置ではいます。環境がとにかく欲しかったので、その大学っていう環境が、そのためにめちゃくちゃ受験では頑張りました。ちょっと待って、今回もめっちゃなんかガチな内容になる気しかしないんだけど、ですね、まあそんな感じで自分もちょっと今は適当だけど、まあうん、ある程度の受験というか、あまり身近な人でこういうことを語ってる人少ないような気もするので、うんね、語ってもいいかなって思いました。うん、トップレベルでもないし自分だからね、ちょっと資格あるのかなとも考えたりもしたんですけど、まあトップレベルのやつはぶっちゃけ地頭クソいいやつらとかいるし、すごい参考にならない人も多いし、で、あと一応まあトップレベルではないけど塾講師とかしてるような人たちが周りにいるぐらいのレベルではあるので、適当に喋ってていいかな。そう、一番メインで答えるものがこれですかね。勉強時間のことで質問です。てか、できれば細かくどんな感じで勉強してたか教えてほしいです。10時間の割り振り的なのが気になってしょうがなくて、朝と塾と夜って感じですかってことなんですけど、まあちょっとここで喋れるくらい、なんか本格的にやるんだったらプレゼンテーション的にスライドでも用意すればいいのかもしれないけど、ちょっとそこまでガチでやるとすごいあの穴が出てきちゃいそうなんで、あのゲームやりながら喋ってるぐらいのレベルですよっていう言い訳にするために、アオリイカ言い訳にするためにゲームはそのままやります。で、そうですね、10時間ってあの大学受験の時に10時間1日10時間って言ったんですけど、まあ大体超大体10時間って言っただけで、実際直前期はもっと多いですし、すげえダメな時は、あ、でもまあ大体現役だったから大体普通にやってたかな、夏ぐらいからは。うん、でだけど時間は本当にあくまで目安で、全然量より質だと思ってますし、あと塾って書いてあるんですけど、塾の勉強を塾でやってたっていうよりは、塾は自習室を目当てにすごいずっと行ってました。朝からあの朝というか、まあ、昼ちょい前ぐらいから開放してるような、自習室を開放してるような場所だったんで、
あれ、これやったっけな。実習室がね、とにかくいいんすよ。だから塾行ってなくても家の近くに公民館とかあれば、あの場所変えるというか、環境が少なくとも自分の部屋だとできない人がほとんどじゃないですか。できる人はできるでいいんですけど、もうね、スマホいじっちゃうし、ゲームしちゃうしで、パソコンあったらもうずっとそのままだしみたいな感じで、それをちょっと区切るためにも場所を移動した方がいいと思います、僕は思います。で、割り振りというと時期によっても全然違うんだけど、一応今11月だから、11月の話だとすると、直前期はまず、あ、11月はまだ怪しいか、直前期はとにかく新しいことはやらないってことはずっと言われてて、直前に新しいことやってもそれ使えないんで、文系科目は分かんないけど、あの復習がとにかく大事で、直前はとにかく復習でしたね。11月頃はまだいろいろ問題数こなしてたかな。まあやっぱり質の方が大事って言ったけど、その最低限の量はもちろん必要だし、あと、そうだな、暗記できるレベルとかも人によって全然違うしね。ほんと記憶力いいやつはめっちゃ記憶力いいし、自分は多分マシな方なのかもしれないけど、周りと比べたらすごい劣ってた気がするかな。なんでその持って生まれた性質は、あの嘆いてないで諦めて、あら、その今できることに集中した方がいいんじゃないんですかねと思います。で、あとちょっと待って、割り振りはそうだな、細かくはなかったかな。もう割と直前だったんで、こんぐらいの時期はもうずっとガーって必要なことがあったんで、そうだな、直前期は復習で均等に、均等にってほどでもないけど、やっぱ理系受験だったからそれを重点的にって感じでしたってぐらいにします。ちょっとね、深く喋りすぎると何言ってるか分かんなくなるし、これぐらいで、このぐらいの感じで、はい。で、あと受験勉強中どのようにリフレッシュしてましたか。あと、もしできたら各教科の勉強法を軽くでもいいので教えていただけたら嬉しいですと。はい、メモしたんですけど、これどこだ、あ、リフレッシュはまずさっきちょっと言ったんですけど、あのおすすめしないのが、そのスマホとかゲームとかあれやりだすと多分止まらなくなると思うんで、一気になんか気になる情報も入ってくるし、そういうのを使わないのがまず大前提として、自分はなんだろうな、塾の実習室にこもってた時はマジで集中できなくなった時は、外の空気をちょっと吸いに行ってたかもしれないな。少し歩いて、そんなしょっちゅうではないけど動いた方がいい。普通にあの自習室から出て、なんだろうトイレに行くとか、歩きながら英単語を読むとか、なんかそんぐらいでもいいんで、ちょっと動くのがいいかなって思います。あと音楽一曲聴くとか、そんな感じ。一曲って明確に決めてはいなかったけど、音楽ね、なんか聴きながら勉強してる人いると思うんですけど、あれはできる人はできるんだろうけど、ちょっとでもなんか気になっちゃう
自分は曲聴くとめっちゃいろんなところ細部が気になっちゃうんで全く集中できなくなるんで、勉強しながらは聴いてませんでしたので、リフレッシュとして音楽かな。でも中には音楽聴きながら勉強してる人もいましたね。その自習室みんながあって勉強してる部屋だったんで、でも聴きながらやってる人少なかったと思う、少数派でしたね。そんなもんかな。で、勉強方法なんですけど、これは軽くメモしたの、もうこれちょっと話し出すとマジでそんなね一言で終われるような内容でもないんで、軽くちょっとずつメモったものをメモったものを見ますと、まあ大体中高生向きの内容かな。小学生は全然、ていうか中学高校でも全然違うんだけど、小学校はまず全然別ジャンルだと思うんで、大体中高生向きとして各教科軽く言いますと、勉強法、そう、全体にまず共通することとして、学校の勉強あるじゃないですかあるじゃないですかってなんだろう、学校の勉強、あそこって一日の大半を占めるじゃないですか。なんでやっぱりあそこでできるだけその知識とか情報は入れた方がいいと思う。まあアウトプットできるならそこでした方がいいと思うけど、だからそこでいかに効率よく使うために、どの教科でもすげえ板書あの黒板に書かれた字をノートに必死に写してる人たくさんいるけど、あればっかじゃなくて、あれって、まあ、すんなりさーって書ける人ならいいんですけど、なんか書くことに集中しちゃう人とかも出てくると思うんですけど、その書くことに集中してたらそれただの作業ですげえ時間の無駄だと思うんで、その場で理解して、で必要なことだけ自分から出すみたいななんかノート提出しろとかそういうのがあったらまあ書くしかないんですけど、なければ、自分板書全然しないタイプなんですけど、自分でなんか覚えとこうとか思ったことを自分から出す感じ、書く感じってやってるだけで、その板書ってその学校の先生全員素晴らしい人でも何でもないんで、全然なんかそう、教職を受けてるような人たちを見ると、教職ってなんか学校の教師の免許取れるような科目が大学であるんですけど、そういう人たちを見てると、なんかこういうやつらが先生なんのかみたいな人もいるんで、普通にちょたまにいるじゃないですか、 なんだこの先生みたいな、クソみたいな先生がいるわけですよなんでそんな人の話を聞いてないでなんかどっかに消されそうな気がする。そういう、無視して、僕はそういうのが出たら内職をするのがすげえおすすめだと思います。なんか演習でもしてた方が全然自分のためになるかな。まあもちろんなんか当てられたりする授業とかはまあ聞いたりして、あとまあいい先生もちゃんといるんで、そういうのは選んだりしてっていう全体の話。学校の宿題、中学校は特にもう授業中にほとんどやってましたね、自分確か。作業系のが多かった気がするけど、中学校は難しい問題高校とかあったらそういうのを理解するっつっても、まあ高校ではそうだな、高校で受験に使わない科目の時は内職だったね、内職タイム。まあそんな超真面目でもなかったんで遊んだりもしてましたけど、授業中ゲームとかもしてましたけど、まあ、勉強っていう話ならその時間にやるのがいいんじゃないかなで、そう、学校のね、自分ちょっとダメだなって思うところは、勉強法を全然教えてくれない気がするんですよね。教科書に書いてることを
なんか人を通して教えてるだけでなかなか勉強法を教えてくれないと思うんですけど、ちょ待って、これ語り出すとダメだな、なんか予想以上に長くなってる気がする、冗長になってるけど、そう、勉強法で、まあ、各教科軽く言いますと、メモしたんですけど、まず国語はすげえ漫然とやってる人多いと思うんですけど、中高生ぐらいだったら国語の長文はまずあれ解き方があります。これ特に学校で教えてくれないと思うんだけど、これは本当に説明できないんで、本屋さん行ってなんか国語関係の解説書結構いっぱいあるんですよ。それ読んだらなんかその文章に適当に線引いたりしてるだけかもしれないけど、いや引いてなくてできる人はできちゃうんだけど、できない人はそういう本屋でちゃんとすごい参考になるのがいっぱいあるんで、これは本買うのおすすめしますね。だいぶ克服できた気がする自分はセンターではずっこけたんだけど、いやでもそれまでの過去問とか模試で全然マシになってた気がするんだよねちょっとあくまで参考程度にしてくださいね。できない人は解き方がちゃんとある本があるんで、中学生の国語は漢字かな、なんかずっと言ってたのは。文章は中学校の3年間でやろうとしてもなんか間に合うかな、なんか時間的にいろいろと厳しかった気がする。それやるんだったら英語とかやってた方が全体的に伸びる気がする。中学校は英語はとにかく英単語で、あと国語一応古文漢文も話すと、古文は単語と句法、文法、漢文が句法だっけ。でね、古文の単語とか文法はそのままテストに出ることもあるし、基本的な範囲は割と限られてるから、もうなんとか覚えちゃうしか、基本を覚えれば長文でも役に立つかなと思います。英語もとにかく英単語で、単語大体分かってたら、まあ、あのすげえ簡単な文章、まあ、簡単とは言わないけど自分もそんなできるわけじゃないけど、まあ断然読めるようになるんで、とにかく英単語を覚えましょう。これは学校でたくさん英単語って特にやらされてると思うけど、あれはなんだかんだ重要だと思います。で、長文はまあこれまた英語の長文はいろいろ解き方はあるんですけど、でも本当に何も知らない人だったら、まず一番気をつけるべきだと思うのは、日本語の文章と違って第一段落、一パラグラフ、ファーストパラグラフだっけ、パラグラフだっけ、なんかそんな言い方した気がするんだけど、そこに要点は全部書いてます。日本語はなんか最初わけわかんないことから話し始めて、ガーって言って最後にまとめて、あの全体の伝えたいことというか、なんかまとめがあるのが多いんだけど、英語は最初に答えからバッて言って、で詳細をどんどん書いて、で一番最後にもう一回まとめるみたいな、そういう文章の形になってます。すごい口だけで説明するの難しいんだけど、さ あとパラグラフ、段落で、段落ごとに一文か分かんないけど、なんかその伝えたいことというか、一段落に一個なんか要点がありますっていうのを僕は塾で習いました。まあこれは全体的な話であって、定期テストは全く別ジャンルで、英語の定期テストとかマジでクソで多分リーディングとかだったら教科書から出ると思うんですけど、教科書覚えるしかないんじゃないかな。内申点とかそこら辺欲しかったら、とにかく教科書をやればいいんじゃないですか全体的に将来も使っていきたいなら、とにかく英単語だと思います。ちょっと待って、予想以上に時間が過ぎてるんで、次いきます。数学、物理、科学、ここら辺は公式をとにかく使うかなと思います。
なんだかんだやっぱりパターンがある程度あると思うんで、問題量をこなすかな。で、自分で使わないとわからないんで、で、わかんなかったら答え見ていいんで、で、そこで理解してください。で、その後絶対また解けなくなるんで、次の日にでももう一回その問題を解くと覚えます。いや、次の日だけだと厳しいんで、これよく言われてると思うけど、次の日やって、で、また1週間後やって、で、1ヶ月後やるとなんかもう完全に頭入ってるみたいな、そんな感じだと思います。ちょっと1ヶ月は長かったかな。1時間後、1日後、1週間後ぐらいかな。1時間じゃ短いな。まあ、とにかく間隔を伸ばしていくと覚えるんですよ。その重要なとこを基礎を覚えたら、それをとにかく使って問題量をこなすだと思います。基本レベルは。まあね、数学とかね、本当にできる人はなんでできんのみたいな感じでいるんですけどね。ちょっと普通の一般レベルだったら、量でカバーするしかない気がするな。演習量、まあそうだな。あと、あまり多くの問題に手かけすぎると、なんかどれも分かんなくなっちゃう気がするんで、その基本の基礎は全部解けるよみたいな状態になってれば、大体困らないんじゃないかな。早慶とかは全然通用しないんですけどね、これ。早慶の友達を見てると 数学大好きとかそういう人ばっかな気がするな。勉強がとにかく好きな人ぐらいじゃないとって思います。なんとなく、とりあえず勉強は過程、その過程に過ぎないっていう人は、その場に対応するために量をやるのがいいんじゃないですか。 どうなんだろう。そう、本当に参考程度にしてくださいね。 で、あと社会系は自分はあんまり受験では使ってないんですけど、まあセンターでちょっと触ったぐらいなんですけど、中学校の社会系のテストだとやっぱり単語の暗記が圧倒的な気がする。地理とか公民とか、あと高校だったら、まあ日本史、世界史と、だから、で、単語の暗記をどうやるかって言ったら、これ理系の自分が言ってもなんか全然いいのかよくわかんないんだけど、ちょっと文系に 聞いた方がいいかもしんないけど、まあ自分の場合は、そう、字を書くのが遅かったんで、どこだ、字を書くのが遅かったんで、そのいかにして、まあテストとかによく出る単語を覚えるかってことで、なんかラインの線を引いて、教科書とかの上から赤シートをかぶせると字が消えるみたいな、ペンが緑、赤とか緑のペンがあったんですよ。 それを使ってひたすら単語は覚えてたかな。単語とか年号とか、自分ちょっとね、歴史あんま好きじゃなくて 年号とか覚える必要ねえだろってずっと思ってたんだけど、全体的な流れを分かってれば、まあ、散々 怒られてきたんで、ちょっとここまでにしといて、赤シートで隠して自分で何もない状態から言えるっていうのはめっちゃ重要だと思います。あくまで大学だったらセンターレベル ぐらいは、こんぐらいの対応かな。あ、センターってね、すごい、これも言ってなかったんだけど、すごい特殊で、センターの社会系だったら過去問とにかくやってれば、なんか、同じ内容出たりするんで。中学だったらテスト範囲って言われたところを隠して自分で言えるようにするっていうやつかな。ああ ちょっ
とまだまだ話すことあるんだけど、ちょっと最後にしましょう。これね、今受験生なんですけど、全然やる気が出なくて大変です。動画で10月あたりに疲れちゃったと言いましたが、どうやって克服したんですか？韓国の方ですね。ちょっと待って、受験生に今言ってもいいのか分かんないけど、多分そろそろなんかコメントくれてから割と経っちゃったんで、エンジンかかってるかなと思うんですけど、ちょっと待って、戻れない。まあ自分はちょっとね、10月あたり疲れたって言ったのは中3で、でその後克服したっていうよりは時期的に切羽詰まったっていう感じが多いんですけどね、崖っぷちいろいろと多いんで自分だけど、まあやる気が出なくてどうしようってなった時は、そのちょっと最初らへん言ったように、場所を、あの勉強してる場所をちょっと変えてみるとか、環境を変えるってすげえ自分はいいと思ってて、ちょっとあの視界に入る環境から変えてみるとかだけで意識がちょっと変わるかなと思います。ちょっと待てよ。であとちょっと中3高3でこの時期に上げてもちょっと微妙なのかもしんないけど、すげえ哲学的かもしんないけど、なんで今頑張るのかとか、自分がこうなりたいっていう姿とか考えると自分はやる気出ました。頑張りたい理由とかって考えてますかね。この頑張りたいというか、この学校に行きたい理由とか。ちょっと勉強法の話しといて最後なんだって感じなんだけど、そういうのが明確にあれば頑張れます。すごい周りに勉強しろしろって言われてるからしてるみたいな感じになっちゃってる人はちょっとこれ厳しいのかもしれないけど、難しいね。あ、よくやってたのが、憧れの方憧れてる人の名前をスマホ、携帯だったんだけど、メモして、メモ帳にメモして、なんかリスト作って、その方々の名前を見るだけで自分はモチベーション上がってました。そんな単純な感じでした。だから学校だったら何々学校合格って、なんかドラマとかでよくあるけど、あれ効果あるんじゃないですかと思います。目の前にあったら、その字を見たらやる気上がるんじゃないかなと。あくまで参考程度に。ちょっとだいぶ長くなったんで、ここら辺で終わりにします。すっげーガチで話した。今までで一番ガチで話したわ。なんかちょっとまた質問あったら答えますんで、ちょっと次回はもうちょっと軽い感じの質問答えようかな。真面目すぎましたね。はい、あくまで参考程度によろしくお願いします。ってことで、勉強方法らへんの話でした。ご視聴ありがとうございました。